早朝、村上市荒沢の山道を歩く4人の姿がありました。おはようございます。おはようございます。じゃあ今日からこの6の沢001 2.4 丁部の現場入ります。グリーンフォレスターズの佐藤剛さん34歳です。グリーンフォレスターズは2020年に東京で設立された林業を手掛けるベンチャー企業。林業というと山から木を切り出して木材を生産するというイメージが強いですが、グリーンフォレスターズは植林や育林といった造林業を専門とするプロフェッショナル集団です。青葉組という団体名で北関東を中心に事業を展開。佐藤さんは青葉組の3カ所目の拠点となる新潟団の立ち上げメンバーです。今日も、はい、安全で作業でいきましょう。はい、はい、お願いします。お願いします。この日の現場は去年10月におよそ4800本の杉の苗木を植えた 2.4 ヘクタールの山林です。新潟団のメンバー4人で苗木の成長を妨げる草木を刈る下刈り作業を行いました。青葉組新潟団は事務所を構える村上市を中心に10以上の現場を抱えています。しかし肝心な苗木はどこに？これとか これ杉の苗です。草木が生い茂る中よく見分けがつきますね。山あいの急な斜面も何のその。一本一本の苗木を見落とさないように機械を使って丁寧に周りの草木を刈り取っていきます。この木ちょっと先端が淡い黄緑色になってるじゃないですか。これが今年伸びてく芽になってくる。苗木の成長を確かめることがやりがいとなり、重労働の下刈り作業も頑張れるそうです。以前は村上市の林業会社に勤めていた佐藤さん。その現場で木を植える造林業の担い手不足の問題を強く実感したそうです。始伐した後植えられていない山っていうのをいくつか見てきてですね、植える人がいないっていうのが一つ問題だっていうのをこう身に染みて感じたので、じゃあぜひその役割を僕が担ってみたいなって。林野庁によりますと、伐採を業務とする県内の森林技術員の数は2015年の67人から2021年には93人に増えている一方、造林を業務とする技術員の数は2015年は335人だったのに対して2021年は234人と減少しています。さらに造林面積は1965年に4700ヘクタールでしたが、30年余りの間に10分の1に減少。近年は50ヘクタール程度で推移していて、1965年と比べてわずか 1% 程度にまで減少しています。下刈りなどの山林の整備コストが伐採した木材の販売収入を上回り儲けが出ないため、企業は造林事業に消極的だと佐藤さんは話します。全国的に見ても木を伐採した後に植林する森林は3割程度だそうです。持続可能な森づくりを目指すグリーンフォレスターズの取り組みに共感した佐藤さん、中井翔太郎社長に直談判し、去年10月新潟団を立ち上げました。当初中井社長は新潟への進出を予定していなかったそうです。佐藤さんの熱意を、まあ、押された形でこの地域の森づくりっていうのを、まあ、盛り上げていこうと。現場では早朝から雨が降ったり止んだり、雨が降るたびに作業を中断します。雨が降ってきたので待機しませんか？あ、了解しました。了解しました。佐藤さん、なんか声が遠いですね。え、マジで？
どうでしょうか。佐藤さんのレシーバーが不調のようです。落合さんどこだろう。ちょっと俺レシーバー壊れちゃって。状況を説明しようとメンバーを探す間に雨は本降りに。みんなたまらず木の下に避難します。天気予報では雨は降らなそうでしたが、しばらく雨降りませんって書いてあるんですけど。山ですね。天気がコロコロ変わる山の中では作業の中断は日常茶飯事のようです。労災が多いっていうのが林業の業界としての課題で、結構その辺の安全意識っていうのはより高めていこうっていうのは青葉組の考え方の一つですね。結局悪天候のためこの日の作業は1時間ほどで打ち切りとなりました。借り足りないんじゃないですか。まあもうちょっと仕事したかったですね。青葉組は悪天候の際のリスク管理を徹底しているほか、厳しいとされる林業の労働環境を改善し、長く続けられる職場を目指しています。勤務時間は午前5時から11時までの6時間、3日働いて1日休むローテーションが基本です。3日働いたら1日休める、すごい元気に続けられるなと思って、それはもう本当にありがたいです。新潟団の他の3人も佐藤さんと同じく別の林業会社からの転職組です。青葉組に集まったメンバーには特徴があると佐藤さんは話します。今までの林業っていうのはこう結構木材をいかに生産するかっていう風な考え方だったと思うんですけど、僕たちはまあそれも大事なんですけれども、それよりもその山本来の機能、生き物の住処だったり、こういう水を蓄える機能だったりとかっていう、そういう本来の機能をどうやったら活かせるかっていう風な考え方を持っている人がたくさん集まってる。佐藤さんは青葉組のメンバーと一緒であれば伐採して終わりではない循環型の林業を実現できると確信しています。未来の山づくりの一端になってるっていうのがやっぱり大きいなと思っていて、60年70年前の人たちがせっせとこう頑張って木を植えて育てたおかげで僕たちが今ここで林業させてもらってるっていうのを今度僕たちがやる。持続可能な森づくりを目指して佐藤さんの挑戦はこれからも続きます。